リンゴは健康に良いと信じられている。1日1個のリンゴは医者を遠ざけるは、ウェールズ由来の英語のことわざで、リンゴを食べることが健康に良い効果をもたらすという、民衆の知恵を示したものである。1860年代に最初に記録された、このことわざは、ウェールズに由来し、特にペンブルックシャーで広く行き渡っていた。最初の英訳は、イートアンアップル、オンゴーイングツーベッド。 アンドリュー・エルエル・キープ・ザ・ドクター・フロム・アーニング、ヒズ・ブレッドであった。現在の言い回しが最初に印刷物に現れたのは1922年のことである。2011年の研究では、リンゴと洋梨を食べることが、脳梗塞の予防になる可能性があるとされた。2012年の論文では、リンゴが健康な中年の成人において、悪玉コレステロールの量を優位に減らしたことが、 報告された。2013年には BMJ が毎年クリスマスに発行するユーモラスな論文を集めた号の一部として英国の50歳以上の全員に1日1つのリンゴを処方する場合とスタチンを処方する場合の影響を比較したものが出版された。この研究ではどちらの介入も同様に効果があるとされた。2015年には リンゴの消費量と医者にかかる頻度の関連を直接調査した研究が行われた。結果、このことわざが正しいという根拠は得られなかったが、1日あたり1個のリンゴを食べる軍では処方薬がより少ないことは見出された。一方、2011年の研究では、過体重の男性46名について、通常の食事に一日1個のゴールデンデリシャスを追加したところ、 悪玉コレステロールとトリグリセリドの値が上昇したことが報告された。論文中ではゴールデンデリシャス中に糖分がより多く、ポリフェノールがより少ないことがその原因の可能性として挙げられている。ありがとうございます。